What is up? It is time for Mob Psycho 100 Season 2. We are finally here, baby. This anime has become quickly one of my favorites. It's so peak. It has the humor. It has the serious moments. Very great fights. The fights and the animation are immaculate. And I just love an anime that can balance the humor with the serious tones. Because there are moments where you feel real emotion. And it just pushes you to care about these characters. Especially Reagan. Reagan's become one of my personal favorites. I mean, obviously I love Mob, but Reagan's really just going up for me as one of my top characters. We are now going to start season 2, and I do want to say thank you to everyone who's been going on this journey with me. Let's get ready to start season 2. If you're new to the channel, make sure you like and subscribe. Let's get into it. もともとこの土地を何かの曰く付きで格安で買ったんです。私の畑の上で何者かがくねくねと踊っていたんです。翌朝農作物はすんべって枯れ果てていました。ここは霊能力のある方に解決を委ねてみようと。正しい判断です。払えそうにないと額にもよりますけど。こちらも商売ですからね。それなりの対価をいただかないことには次の収穫物の 30% をいただく。野菜でいいんだ。俺なりに調べてみたが肥料や土には問題なさそうだ。今何か動いたか。確かに弱いけど冷気がありますね。犬の会話も聞こえていたぞ。終わりか。はい。証に入ってただけで害はそんなになかったんじゃないかな。おお。ここはわしの土地じゃ。何人にも渡さん。だったら権利書を見せろ。畑で育った野菜の生気を吸い取ることはできる。ちゃんとわしの糧になっとるわ。野菜かもね。おお。やはりは甘い。どうせ死ぬというのに。生き物をラジコンみたいに操作している。そんなの考えたこともなかった。僕にもできる。悪霊と同じこと。お、植物が動きを止めた。植物に命令してみたんです。くそくそ、植物への支配を上書きしよって。これ許さん。いやあ。報酬の収穫野菜はコッパみじんになってしまったが、代わりに土や肥料や野菜の種をもらい受けた。お前にもほら、前回のバイト代だ。ブラッコリー。おお、すげー。Damn. これは新たなビジネスの予感。You got a brand new intro for season 2. Hold on. それでは、サイコヘルメット教幹部会第12回を始めたいと思います。本日の議題につきましては、我々サイコヘルメット教の総本山についてです。何人かの男が教祖を名乗り出てはいますが、どれも偽物でした。かっこ笑いの集会所にて一番近くで彼を見ていた私が確認しているので。でも問題は当の本人。今のままじゃ人の上に立つなんて絶対無理。彼にはもっと成長してもらわないと。I like the cape. 本日をもって生徒会長を辞任いたします。何だと。私の独断ででっち上げの噂を流し。あったわ、これよこれ、モブ君の成長イベント。でもモブ君に出馬する動機が何もない。どうしたら。つぼみちゃんだ。今日も可愛いな。だから見すぎだって。慌てすぎ。正直どこがいいのか全然共感できないけど。つぼみちゃんは幼馴染だよ。今
絶好のチャンスが訪れているわよ。どういうこと？生徒会長の椅子が空いてるじゃない。今のモブ君じゃ高根さんとは釣り合わないけど、あの学校のアイドルと距離を縮めるかもしれないわよ。その日からモブの猛特訓が始まった。He's fighting a bear? まず一人目、2年2組、森重恭平君。こうして候補者による演説が開始された。会長、なぜ相談もせず一人で。だったら僕にも責任が。辞めるなんて責任を取ったことにはならん。これ以上逃げてどうする。兄さん、あいつ何やってんの。さすが白 T ボイス、表からもこの学校を吸収する気か。一人5分間与えられた刺激の時間、一言も発さずに終わるのは前代未聞のことである。影山、今回のは答えてるな。全然動かん。今日はもう帰れ。苦手なのに勇気を出して壇上に立つ姿を見て、影山くんのことを好きになっちゃいました。私と付き合ってください。イエーイ。That's my boy。 一緒に帰ろう。あ、僕、部活が。行ってこい影山、今日は自主トレだ。すいません、武蔵部長。影山くん、普段は何してるの？肉体改造部で走ったりしてるよ。あとは知り合いの仕事手伝ったり。顔色悪いよ、大丈夫？うん、エミさんは本が好きなの？うん、本好き。私ね、小説とか書いてるの。今度読んでもらおうかな。見せるの初めてだし、相当恥ずかしいんだけど、これも練習。うん、読むよ。あ、モブ、なんか今日表情明るくねえか。除霊もノリノリだし。そうですか、わかりませんけど。彼女でもできたか。なんてな。そろそろ読み終わった？どうかな。面白いような気がする。私が影山くんに告白してから今日で1週間なんだけど、どうして断ったのに一緒に帰ってくれるの？私のことかわいそうだと思ったから。影山くんの気持ち全然わかんないよ。それかもしかして自分の気持ち持ってないの？自分の意見とかさ、告白したのも本当は罰ゲームなんだ。無言スピーチを見て面白がって。 What? 友達とじゃんけんして負けたの。Oh man。 そろそろ時間が経ったから言わなきゃと思って。1週間も騙しててごめんね。Oh, go away! I can't believe this, bro. Nani, s h o w t a m a s h i k e n t a k e t a k o i t a y o m a s h i m i w a c h o k a i t e r j a n a n i k o r e n o n d a k e h i m a n a n d e i t s m o k o n n a n k a i t e r n a g e t e n t s k i e いつもじゃないってば。やめ。なよ。あ？誰？影山くん。お前の彼女じゃねえから。頑張って書いた小説を破くなんてひどいよ。あ？ Blast him! Blast the ass with a psychic blast! Blast the ass! これがゴミだなんて思わない。捨てるくらいなら僕がもらう。自分の気持ちは。エミ？いいから先帰ってて。Yeah, get out of here, you potato head bitches. Oh no. Nani yatten daro? Oikakeru? ありがとう、影山くん。やるじゃん。
お前の力を見て態度変わったとか。本当に好きになっちゃった。超能力程度でそんなのあるわけないよ。すごいな、影山くん。I can't believe she was only hanging out with him for a dare, dude. That broke my heart. I got so angry. And all those snotty girls was laughing at him and stuff. Oh my god. Mob's got more restraint than me. I would psychic blast them into the moon. But I'm so happy that like this moment actually gave Mob some growth as a person, that he feels comfortable to embrace his own feelings and go for what he wants, and to even use his powers in front of somebody by his own choice. And this anime is just beautiful. This anime is actually so beautiful. I love it. That brand new intro song too is slapping. If you're new to the channel, make sure you like and subscribe. I'll see you in the next one. Peace.